はい、それではですね、自称大帝新企画美女3人のジャグラー早く帰った決を開催します。イエーイ。今日の騎士はですね、ジャグラーのEX ですね、3台で対決していただきますので、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。それではですね、一人ずつですね、自己紹介の方向お願いします。はーい、じゃあ美女一人目のジワニャンです。ニャンニャン。ニャンニャン。美女二人目、松本ことタマです。タマイエー。美女3人目のコジコジです。はい、じゃあそれでは早速ですね、やっていきましょう。よろしくお願いします。スタート。イエーイ、始めます。誰が一番最初に光るでしょうかね。どうですか、光りそうですか。絶対光りません。絶対光りません。ち�んとペカッとやってくださいね。よかったら、よかったらやってくださいね。やる気ないだ。早くも決定しまいましたね。なんと1分半で決着つきました。いただいてもいいですか。はい、やったそれだけ。はい、それだけ。カップをします。なんと勝負は1分半でしまいましたが、この勝者とはたまたまです。はい、何か勝者の一言。早く終わっちゃってすいません。頑張ってください。何を？何を？うますゲーム。うますゲーム。はい。それでは敗者の面として、内山さんから一言。とっても悔しいです。ちょっと一戦引こうかなと思ってます。やばい。では敗者、カナさん。はい、これなんですけど、これつけるの忘れたんですよね、これ。これ、ここにつけないといけないんですよ、これ。今やとこれ、光らないんですよ。つけてまいりました、今更。ということで、この3人の中で一番可愛い私がどうして光らなかったかというと、これのせいです。次回はこれを、これをつけてから光りたやりたいと思います。全然。はい、この2人には負けません。さすがキャプテン。そうですね、これはやっぱり勝ったものだけじゃ終わんないんですよ。なんと罰ゲームご用意してるんです。罰ゲーム、今回敗者だった小島さんと川田さんにはですね、別々に罰ゲームを出ておりますので、はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあただやります今回は今回はですね、ハモネロイルに、すいません、ちょっと編集するから、編集するからいい、はい、ハモネロイルにたこ焼きとペプシ一気飲みをやっていただきます。イエイ。トミさん、どっちやりますか。たこ焼きで。おお。海鮮。あ、どちらですか。じゃあ消毒液で。いいボケだ。あ、いいボケだ。死なれるとこ。死なれる。死んでしまいます。死んでしまう。ちょっと俺が消毒液で。死んでしまう。じゃあコーラで。じゃあ先に。まずね。そうですね。一緒にやらないで、とりあえずあのリアクションを見たいんで食べさせてあげる？大丈夫ですか？浜ちゃんに食べさせてもらうかな、はい、勝者に。さっき食ったんじゃない。匂いが分かりません。じゃあ、どうですか？美味しいですか？もう、悶絶。トムフェイ。トムフェイ。トムフェイ。お水飲んでください。お水飲んでください。あ、これ飲むこれ。いない。それでは、クラナさん。もう。持ってきた。できればさっきの小島さんのやつの方が良かったんですけど、基本的には伸びないし、こんなのどうします。はい、じゃあすごい気前よくストロングまで買ってきてもらいまして、はい、ただいまからストロング飲みたいと思います。いきます。シュールすぎません？シュール。シュール。あれもっと立てないとダメです。立てないと。にゃんこ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 。言ってない。声が出てない。膝が曲がってます。出ちゃいそう。そこ行くんですか。全力で。もう出てもいいから行っちゃってください。全力やってください。絶対ここ。出てもいいです。そっちのが面白いです。どちらかというと。口が可愛い。これ悶絶コーナーだというかね。遅っ。遅っ。無理だってば。怒った。普通に飲むだけじゃないですか。もう無理。普通に飲むだけ。もう無理。出ちゃいそうだもん。
これいいですか。いいですか。これいいですか。ほらこれ出る出る出る、いろいろといろんなものがいろんなもの出る。たまこれでいいよ。あらあら、友情、お友情、いっぱい出ちゃいます。ほら飲めないけど、おお、お、すげえ、すげえ、おお、よく飲めんね。出る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 。じゃあ言うの、あとちょっと減りました。小島さんかっこいい。第2回開催します。頑張ります。